模試で試していこう。午後の部、スピードアップ術。皆さんこんにちは、レックス認講師の根本です。ここでは誰もが悩むこと、午後の部、どうやって早く終わらせよう、そういったことについての学習上のアドバイス、テクニック、これをやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。まずそもそも午後の部、どれぐらいの時間配分でいけばいいかということです。こういうのっていうものが理想的な姿です。択一を1時間で仕上げて、期日1時間1時間しっかりとる、これが理想的な姿だと思います。逆にこれ以上択一は短くする必要はないと思います。そうすると逆に択一の精度が下がるんじゃないかと思います。むしろいや1時間どころじゃないですよ、現実1時間20分ぐらいかかってしまうという方も多いんじゃないでしょうか。そのせいで不動産、商業両方50分50分か、どっちかを1時間にしてどっちかをちょっと早めてしまうかとか、こんな感じなのが現実だと思います。これは最悪の事態です。択一で2時間かかってしまうとなると、期日を30分30分、これは無理ですね。だから何があってもこの状況にはしないことです。じゃあそのためには択一どう解いていけばいいのか。まずそもそも択一1問あたりどれぐらい時間かけていいんでしょう。理想的には70分80分と考えましょうか。例えば60分に35問かけた場合、1問2分弱、70分80分に考えた場合も2分ちょっとでしょうね。ってなるとやはり1問あたり2分前後で行くべきなんです。ぜひこれから模試答練受けるときは1問ごとに時間を見てください。1問解いたら今何分、1問解いたら今何分と見てください。見れば急ぎます、急げば早くなります。見ないとちんたらやります。するとどんどん時間かかります。気づいた時には択一2時間です。1問ごと時計を見て2分内に終わらせてるかどうか、それを確認しながら次の問題に行ってください。では話を変えていきましょう。じゃあどんな風に解いていったら方がいいか、大きく分けて解き方には2つあると思います。前足検討と軸足検討です。で今回まずは前足検討、ここから説明します。例えば足の青を読みます。でそれが自分が知っている知識か知らない知識か、それをまず判断します。知ってるかどうかをまず判断します。知っていればその足に丸バツをつけます。で次がポイント、知らなければ正しいかどうかを考えちゃいけないんです。午後の科目です。午後の科目は知ってるか知らないかでパンパン取れるんですよ。知らないものについて、なんだろうこれは、法的思考力を使ってどうなるんだと、そんなことやるぐらいなら次の足に行ってください。これができるかどうかなんです。でこのあと次の「い」の足を見る、知ってるかどうかを見る、知ってれば丸×、知らなければ飛ばして次の足、これを繰り返していきます。そして前足読んで丸×を振りましたよね。でそこで組み合わせを見るんです。その組み合わせを見て答えが出れば終わりでいいんです。で答えが出なかった時に初めて思考に行くんです。午後科目じゃないですかね、午前じゃないですよ。午前はある程度考えて一問一問解くべきです。でも午後は考える暇がない、また考えてもどうせ当たんないんです。だったら知っているものから切っていく、でそれでいかなければ最後法的思考力という博打に走るです。このやり方、メリットデメリットがあります。まずメリット、
正誤の判断ミスがあっても組み合わせで発覚します。これはでかいです。自分ではあいうが丸なんだけど、正解は丸を選べだから、あれ丸が多すぎるぞと、どっかで何かミスをしてるんじゃないかと思って振り返れます。足を見て誤解しやすい方、見た瞬間思い込みが激しい方、そういう方はこの前足検討はおすすめです。まあ、デメリットは分かる通り、前足を見ますから時間がかかっちゃいます。では次、軸足検討というやり方です。足の青を読む。で、そこで知ってるかどうかを判断する。で、この後、知っていれば判断して丸×をつける。知らなかった場合。知らなかった場合でも、ここで正しいかどうかを考えるんです。ここでもし、丸×の判断ができた場合。で、その中で例えば、正しいものを選べという問題で、正しいものが見つかる。これがいわゆる軸足というものです。あとは答えの語群を見て、検討する足を厳選していきます。例えば一つ問題を入れています。この問題があったとして、あいうえおとありますね。例えば、おの足。おの足を見て、あ、これは間違いない。丸だ。って判断できたとします。で、この問題は、正しいものの組み合わせ、正しいものの組み合わせを探せという問題です。で、その中で正しいものが選べれば、あとは語群を見て、おが入っているもの、おが入っているものだけ見ると、4と5しかありません。となると、結局、あと見るのは、うとえ、うとえ、この2足だけ見ればいいんです。これが軸足検討というやり方です。正しいものが見つかったら、それを軸に足を探して、あとはそこしか読まないというやり方です。で、もしこれで丸×の判断ができて正しいものが見つからないという場合は、足の「い」以降の検討をしていきます。例えば今回の問題でも、この足の青、仮に×だと判断ができたとします。×だと判断できても、正しいものの組み合わせを探せながら、×となっているものは組み軸足にできません。だから次に「い」に行くわけです。で、「い」を判断して、ああこれも×だってなれば、まだこれも軸足はない、4また「う」も探さなきゃと、っていうふうに軸足が出てくるまで「あいうえお」と見ていくんですね。メリット、デメリット。メリット。読む足が減る可能性があります。例えばさっきの問題で言うと、おの足を一番初めに検討して、おが軸足と見つかれば、あとはうとえの検討でいいんです。もしこれでうがもし正しいと分かれば、2足を検討すれば終わってるんですよ。読む足が減るという可能性があります。そしてもう一つ。正しいものを選べ。誤っているものを選べ。そこで間違えたことってありませんか？でもこの軸足検討ってやり方だったら、丸×をつける、正しいものの組み合わせかどうかと、でみんなで、あ、正しいものの組み合わせだから、あ、これ軸足にできるなとっていうふうにやっていきますので、このやり方をやってる限りは、正しいもの、誤っているものの組み合わせ、その履き違いはまず起きません。ただデメリットもあります。慣れるまで結構時間かかります。そしてもう一つ、軸足をミスした場合、もう帰ってこれません。丸だって思って飛びつく、実は自分が知らないところに引っ掛けだった、でももうそれが軸足だと思ってるから、もうそれを軸に2足しか見ないから帰ってこれない。さっき言った思い込みが激しい方、その方がこれを選ぶと崩壊することが多々あります。ではちょっとまとめていきましょう。
早く解くためには前足検討、軸足検討、どっちが優れてるか。ここは間違いなく軸足検討でしょう。下手すら2足で済むんですから。一方、前足検討は前足見るんですから。一方、危険性を減らすとしたら、これは前足検討ですよね。軸足検討の場合、軸を間違えれば帰ってこれませんから。では、ここまで行った上で、私がどういうふうにやるのがいいか、私のおすすめを説明します。それはね、科目ごとに使い分けることなんです。例えばマイナー科目、マイナー科目に関しては私は前足検討を進めます。理由がいろいろありますが、一番大きいのは文章が短いんですよ。文章が短いから全部読んでもたかが知れてます。またマイナーってまさに思考が効かないんですよ。書面か口頭か知るかってなって次の足に行ける。検討が早い。この2つからマイナー科目1問から11問はぜひ前足検討してください。次に不動産登記法です。これは軸足検討でもしょうがないと思います。まあ、やっぱり文章が長い、権利関係があるから A が B に対してとか書かなきゃいけないってなると、これを5足やるのはきついだろうなと。で、何人か話を聞くとね、実力者の方で結構いるのが、事例問題だと軸足にするんだけど、単純な先例とか単純な条文問題だったら前足検討にしてると。それとかもうパッと見文章が4行以上のものがずっと並んでいるか、それとも3行以内のものがあるか、そのあたりで使い分けをしていると言っている人もいました。じゃあ次、商業登記。商業は残り時間次第です。個人的には前足検討を進めます。というのが、商業ってやっぱり引っ掛けの問題が多いんですよ。引っ掛けが多いということを考えると軸足でやられる可能性がある。で、ただやっぱそこまでどれだけ時間かかってるかによると思うんです。なので残り時間が、本当は1時間、最悪でも1時間20分だけど、ああもう1時間過ぎ、もうとっくに過ぎてるよと。で、1時間20分そろそろ来そうだっていうんだったら、もう軸足検討とか、いやいやまだ全然余裕があるぞというんだったら前足検討とか、そんな感じで使い分けてもいいんじゃないかと思います。では、スピードアップ術、ちょっとした小手先のテクニックをいくつか披露したいと思います。まず一つ目、足の検討する順番です。特に予備校の問題はね、あいうってあんまり答えにならないんだ。おの方がなりやすいんだ。でも本番は違うんだ。なので、予備校の問題解くときっていうのはね、まあ、うから見るとかね、おから見るとか、まあ、そんな感じで見てもいいんじゃないかと思うんです。また、丸2番、短い文章があれば真っ先にそこから見るというのもいいと思うんです。まあ、ただこれってね、初めに文章を見たときにどれが一番短いかってことの検討がいるから、まあ、そこで余計時間かかっちゃうんですよね。丸3番、ちょっとしたこれがおすすめです。まず問題見たときにテーマが載ってると思うんですよ。テーマをマークしておくんです。で、テーマをマークしておく訴訟参加、あの論点か、あ、こういう論点、こういう足があったような、こういう過去問があったような、あ、そういえば最近あれで引っかかったよな。テーマを見る、いろんな知識を思い出す、すると足の検討も早くなる。場合によってありますよね。このテーマが来たら大体これが来るよなっていうような典型足ってあると思うんです。そのテーマから足を思い出すっていうこと、これによっても少し早くなってきます。一方、これ普段の学習で何か心がけたことはいいこと、それはあるかっていうと、一つあります。まあ午前は、結局どんだけ考えられるかの勝負が最後になります。
一方午後は、まあ思考力もあるんだけど、やっぱ瞬発力なんですね。どんだけポンと出せるかなんですよ。見た瞬間どんだけ早くポンと出せるかなんです。極論言うと、もう百人一首みたいな感じで、もう上の句出てきたら下の句がポンと出るような感じで出てきた方がやっぱりいいんですよ。全部の知識ってそれ無理です。まずは過去問です。過去問が来たらね、あ、これはあれだっていうふうにすぐ判断できるようにする。いろんなメリットがあります。あの過去問だって分かると安心して丸ばつけられるんですよ。あ、これ見たことある、過去問で見たことがあるってなれば安心してそれ軸足にできるんです。まあむしろ過去問じゃないものを軸足にするのは私は全く進めません。また過去問であれば、あの過去問だからって言って斜め読み斜め読み斜め読みでいけるんです。読むスピードが上げられるんですね。よく言われるんです、なんでみんなそんな早く読めるんですかと。これ一言一句ちゃんと読んだらそんなに早く読めませんよと。違う人もいると思うんだけど、私なんか特にそうで、合格した時っていうのはもうね、バーッと見て、あ、過去問だと思ったらもう過去問推定で、もう足読んでいくんですよ。過去問推定読んでいって、あ、やっぱり過去問通りだ、丸、あー、これ答え出ない、仕方ない、ゆっくり読もうと。過去問足で検討ができなければそうじゃないものをゆっくり読んでいく。ぜひね、読むスピードが遅いという方はぜひ過去問演習をちゃんと繰り返してください。でそれによって過去問が来た時に早くそれが、その過去問が早く読めるようにしてってほしいんです。あともう一つ、やっぱり午後科目ですから暗記の要素が強いです。あれなんだったっけなっていうふうに考える、何だったっけなって考える、この時間をどれだけ減らすかです。覚えなきゃいけない図表、それをどれだけ覚えているか、でしかも覚えてるだけじゃなくどれだけ早く出せるかです。本当にこの1と2っていうのは繰り返すということだと思います。全否定はしませんが、過去問を繰り返してもいいことはないよと、という方もいます。まあ一理はありますけど、スピードを上げるにはやっぱりこれが一番です。では続いて記述式に行こうと思います。そもそも記述式って何をやらなきゃいけないかです。大きく分けると3つの作業があるんです。情報を集める、そしてなすべき登記を決める、抵当権移転なのか抵当権抹消なのか、募集株式発行ができるのかできないのか、積みがいくつになるのか資本がいくつになるのか、そして3番、その決めた内容を表現していく。この3つ、どこで時間を取られますか？あなた自身はどこでいつも時間が取られていますか？それに応じたやり方をお見せしたいと思います。まずは決定です。なすべき登記の決定時間食っちゃってるという方、要件効果がパンパンと出せますか？寝定等分割譲渡要件が言えるか、一括申請要件が言えるか、そんな形でポン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 知識が出るようになっているかです。次、商業。商業はやっぱり無効自由勝負です。無効自由かどうかが分かれば、あ、これは書ける、これは書けない、それが分かればどんどん書ける方向に行けるんです。その無効自由の判断、論点ごとに何が無効自由かが言えるかです。取締役会設置会社の廃止、無効自由は5、4、3、2、1、はい、足んない。無効自由、これをどれだけ多くしかも早く言えるかです。ほぼ同じことを言います。今言った取締役会設置会社定め廃止、無効自由は何と言われて言えない、もちろんこれダメ、言えるけど時間かかる、三角です。時間食っちゃいけないんですよ。一番最後です。
気づいた時には判断が終わってるです。このレベルにしなきゃいけないんです。だからなんですが、特に商業に関しては、私は同じ問題、いい問題を繰り返すことを推奨しています。同じ問題、いい問題を繰り返せば、向こう中の判断も同じことを何回もやりますから、だんだん染みついてきます。ぜひ、商業登記の方は、いい問題を繰り返してください。また皆さんにお勧めしたいことというかお聞きしたいことあります。作業マニュアル化できてますか？やり方が場当たり的になってませんか？毎回毎回順番が違くなってませんか？これを見てあれを見て、じゃあ今日は別紙から見ようかとかね。もう早く終わる人っていうのは仕事感覚でいつも同じやり方でいつも同じ手順でやってます。場当たり的になってないかで、特に商業の方なんかは典型論点もう普通に処理ができるか、役員変更や募集株式発行よく出る論点がありますよね。でそれを見た時にはこれを見たらこれをやる、これを見たらこれをやるということを決めていますか？例えば募集株式発行で決議事項で株式数が出ている、あその瞬間可能数を確認する、あ問題ないなと。それとか金額が出てきたら、あこれ半分入れてるかな、あ大丈夫だなと。このあたりの作業マニュアルがちゃんとできてるかです。毎回毎回考えてやるから時間かかるんです。マニュアル化できていれば時間は短縮できます。では次に、なすべき登記の表現で時間がかかる方、やっぱりねこれは思い出す時間、これがもったいないんですよ。そこでね、今までもやった登連、模試、今年やってるものね、その回答を見てください。回答で表現をミスったものを全部リストアップしてください。回答をぜひ持ち歩いてください。そしてちょっとでも時間があれば見てください。見る機会を増やせば覚えられます。見る機会が少ないと毎回毎回どうだったっけなって考え始めます。ひな形を買って頭からやる、もちろんそれもいい方法です。ですが真っ先にやるものは今できない申請書をできるようにする、それが最優先です。では次、情報収集、読むとこの時間短縮です。よく聞かれます、読まなくていい別紙はありませんか、あと読まなくていい箇所ってどういうとこですか。ないです。基本的に読まなくていいとこってないです。下手にそういうことをやるとどんどん読み飛ばしにつながってきます。だから出てきた文章、出てきた別紙は全部読むべきです。ただし、強弱はつけていいと思うんです。しっかり読むところと、もうざーっと斜め読みするところは分けていいと思うんです。例えばです。今これ、画面の方にはある問題文の注意事項を載せています。がっちり読むか、斜め読みか、ちょっとこれ今見ている1、2、3、読んでみて、がっちり読むか斜め読みか、すると私はねもう1番ああそうですかと、2番ああそうですか、3番これはしっかり金額が書いてある、この情報は必要だねと。じゃあ4番はどうでしょう。まあ、カッコ1はそうだろうねと。で、カッコ2。ああ、代表機関の資格及び氏名。これはいるなと。はい、ちょっと5番長いんで後回しにしまして。6、7、8、9、10どうでしょう。はい、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 はい。あ？
こんなようにね、今までの問題ぜひ見てください。強く読まなくちゃいけないところと、斜め読みでいいところはあるんですよ。強弱をつけているから、早い人は早く読んで、早くやってるんです。なので、ぜひね、時間かかりすぎてる方は、今までの問題をちょっと引っ張り出してみて、あ、ここはしっかり読むところだったんだなと。あ、ここは斜めでもよかったんだなと。というところをね、ぜひ再検討してみてください。全部が全部同じスピードでゆっくり読むから時間かかるんです。どのあたりは力を抜いて、どこをしっかり読むかをぜひ一問一問やってみてください。ちょっとしたテクニックです。例えば不等法。不等法ですが、事実関係の後に別紙があった場合、一つのやり方として、もう別紙を先に全部読んじゃってから事実関係を見るという方法もあります。ハマるときはめちゃくちゃハマります。ただし、外すときはとんでもなく外します。なんで、これは一長一短です。次、商業登記。で、商業登記、結構二件申請ってありますよね。何月何日までに申請し、ここからここに関しては別の日に申請していると。いう場合、まずこれ1件目の申請だけ全部処理したら全部変えちゃいましょうよ。で、それが全部終わってから2件目の方の検討と各方に行きましょうよ。もしくはね、1件目で必要な情報だけまず1件目で見ちゃって2件目は後で見ると。例えば1から6が1件目、別紙7から11までは2件目ってやった場合、いきなり初めから全部読むんじゃなくて、1件目のところだけ全部読んで答えを書いて、で全部それが終わったら改めて2件目の情報を読むと。ん？2件目の情報が1件目に必要だったらどうするんだ？ありえないから、それ問題としておかしいから。2件目でいる情報が1件目で必要だったら、それは司法書士として登記はできてないんですよ。それはありえないんで、1件目の情報だけ先に見るってこともいいんじゃないかと思います。ギリギリライン。例えば期日の基準点って30の後半、最近は30の前半ってこともあります。30前半ってことは、極論言いますよ、不動産が商業かを爆発させればあとはもうちょろちょろ取れてればいいんですよ。もしくは両方とも 14、5 点ぐらいギリギリ取ればいいんですよ。そのギリギリラインの答案作成術をいくつか説明したいと思います。ただこれをやる場合は択一で爆発させる必要がありますからね。じゃあまず一つ目、添付書類が記号でいく場合、もう記号を探す方が時間かかります。もう記号は後回し、もう最悪書かない、記号は最後にする。二、無効事由があった場合、その理由っていうのはすっごい簡略化しておく。元本は確定していないからできないとかね、非常に短くしておく。3、何これ、事業予測試験、いや書いたことないよこれ、どう書くんだろうな、こうかなってやってる暇があるんだったら次行っちゃう。もうその枠だけ開けておいて、もう知らないものがあったらそこの枠だけ開けて次にどんどん行っちゃう。やめてほしいのが一番下。まあいいや、ちょっと全部読んでないけど、とりあえず1件目は所有権移転だろう、やめましょう。あとの事実関係で明変があったら枠は大崩れです。不等法は全部読まないとなすべき登記は決められません。また不等法、答案構成用紙がっちり作ってる方、ちょっと作んないやり方もやってみてください。例えば所有者が変わったとか、抵当権者が変わったらどうするんだって言ったら、それは登記簿の方にどんどん書いていっちゃうんです。登記簿の方に A から今 B に変わってるよとか、この債務者はここからこう変わってるよ、債権はこう変わってるよと、登記簿の方にどんどん書いてしまうんです。次に小登法です。小登法ギリギリライン、まずおすすめが1番、もう時間がないなと思ったら、もう1件目に勝負をかける。
一手目しっかり書いて、もうそこで14、5点狙おうと。そして2番、不動産はこれね、全部読まないとなすべき投機は決められない。でも商業には枠ずれって危険はない。日付通り検討してるんであれば、投機できると分かったらもう書けるんです。1件目の内容は全部理解して、書けるのはこれとこれ、向こう自由がこれと分かんなくても頭からやっていって書けるんです。どこまで書けるかって、自由、登記すべき事項、添付書類、ここまで書けるんですよ。全部判断が終わる。よし、じゃあ書き始めよう。ブー、時間切れです。一個一個書いていく半分ぐらいのところでブー、時間切れです。後者の方がリスクは低いよね。で、3番、あくまでもギリギリラインだよ。ギリギリラインだからね。登録免許税どうせ当たんないんだから捨てましょう。一個でも自由、一個でも登記する内容間違えれば間違えるんですよ。だったらそこで時間食うんだったらどんどん先行っちゃいましょうよ。なので、このギリギリラインのやり方、もちろん期日で点を稼ぐって方は絶対やめてくださいね。もう卓一の方でなんとか行く、期日はギリギリでいいと思ったらぜひ参考にしてみてください。あともう一つ、商業の役員、役員図書いてる方結構いると思うんですが、役員図って労多くして益少ないんですよ。あれが書いておいてメリット何があるかっていうと、権利義務の判断ができることと、印鑑証明の判断ができることと、あとね、役員の出席人数が判断できること、この3つぐらいです。でね、これ権利義務の判断は登記簿の役員図、登記簿の役員なんね。あそこに1人入った、1人抜けた、1人入った、1人抜けたって書いていけば、権利義務が外れるかどうかって分かるんです。さすがにあれが判断できないと大崩れしますけど、あと2つ。印鑑証明、所詮1点だ。役員の出席人数。それ問題文バーッと見たときに、誰と誰が出席しとか、誰と誰が反対しって書いてあるかどうかですよ。全員が出席し、全員が反対してるんだったら、決議要件の引っ掛けはないはずです。なので、ぜひね、あ、これ時間ないなと思ったら、役員図作らずにやってみてください。スピードかなり上がりますよ。ちょっとこちらの方でレジュメなしでお話できるのはこれが限界です。私いろんな講座をやっています。例えばここに載っているものですが、期日の講座の方でどうやって早く解くかと。私の解き方自体は答案構成用紙はほとんど使わないやり方です。構成用紙を使わずにどうやって早く解いていくのか、またいろんなところで結構スピードアップの、ね、術を持っています。どういったところをやってスピードを上げているのかというのをお見せする講座があります。ぜひ自分だけではうまくいかないという方は、こういった講座も検討してみてください。以上で本日のガイダンスとしたいと思います。ではいろんなことがあると思います。大変だと思います。でもこっから2ヶ月頑張んなきゃいけないんです。毎日毎日学習を積み重ねてください。最後までご視聴ありがとうございました。